こんにちは、トレジャースです。はい、こんにちは。今日はですね、こちら中区に新しくできたレストランでランチを食べます。はい、楽しみです。いつオープンしたかちょっと忘れちゃったんですけど、ミッドランドダイナーっていうお店で、あの、初めてです。で、何があるか分かんないけど、ピザ、バーガー、フライって書いてあるから、まあその辺のものが食べれるのかなと思ってます。オッケー、じゃあ早速行こうか。行きましょう、レッツゴおいおい。お客さんいる。あ、せやな。じゃあ、アイスティーをオーダーしました。まずメニュー、暗、映らへん、映らへん、まあいいや。あー、ブランチ、ブランチはまあほぼ朝食みたいな感じやな。そうやな、オムレツとかランチ&ディナーが意外と。ピザとかじゃないのもある、ロコモコとかさ、エビフライとか。そうやな、うん、グリルポーク、あ、どんぶりやって。あ、ほんまやな。ジャパニーズライスボール、牛丼、あ、エビ丼、カツ丼、親子丼、すごっ。とりあえずでもピザ、ピザやな。アルティメットバーガー、ローデッドフライ、あー、そのフライドポテトもなんかいろいろ種類が。そうやな、うん、チキンテンダーフライってなんだ、パスタ、あー、あ、ようやくピザがこの裏に。9インチ、14インチ、9インチってどれぐらい ?20 センチ弱ぐらいちゃう。こんぐらいか。まあ、ちっちゃいな。うん。14インチを1枚頼んで。せやな。と、もう1個なんか他の。せやな。うん、ハーフハーフできんのかな。どうかな、まあ、聞いてみて。うん。何味にする？ミートラバーちゃん。ビーフかミートラバー、うん、チキン、うん、ハワイアンだから、これがあの スプリーム、オーソドックスかも。ベルペッパー、オニオン、ミートみたいな。ああ、なるほどね。でこれがベジ。ああ、そやな、ミートラバーやな、うん、あと1個何にする？バーガーか丼か、普通のおかず系にするか、グレテッドシュリンプとか。ただ好きなだけ、自分食いたいだけ。エビとピザにしようか、うん、はい。Can I have one pizza? $14 And this one? 何が来るか楽しみ。どんなのが来る？ Is this with rice or? Yes. Can I choose garlic rice? Garlic rice? Yes. Can we choose half and half? Yes. Oh! Oh. Meat lovers and pepperoni, しようか。うん、pepperoni. Have meat lovers? Yeah. Yeah. That's all. That's all. Yeah. 楽しみだな。そやな。うん。おしゃれやね。そやな。中国にはない雰囲気です。あ、バーガーも美味しそう。そやな。うん。ちょっとまた来たいね。いろいろあるからね。そやな。丼も。え、私エビ丼。これもちょっと気になるよな。フライ。チキンテンダー。ああ、せやな。
ほんまやな。まあフライになんかこう、いやかかってるとかそうなっちゃう、うん、そういうことでしょ。これベーコンチーズ、うん、ベーコンのさ、なんかチップとかチーズ、これダブルチーズでしょ。あ、フレンチフライ、うん、Sorry, can my son take picture with you guys? あ、イエス、イエス。Thank you. かわいい。ここ使おうか。ちょっと映ってたかも。あとさ、何喋ろっか。最近の話。最近うちらビリヤードばっかやってるわ。それはええやろ、ビリヤード。一皿目来ました。エビフリッターやな。フリッターやな、うん、フライじゃなかった。そうやな、美味しそう。美味しそうやな、うん、食べようか。食べましょう。いただきます。いただきます。まず米から。米の味をガーリックライスです。エビっていい？ええよ。先に温度。熱い。そんなに？これなんやろな。見た目はさ、なんかタラコマヨみたいに見えるけどさ、あれちゃう？あのオーロラソース的な？あー、ちゃうかな。粒みたいな赤い点々あるよ。チュブ？チュブチュブ。チュブチュブあるな。あ、よくええや。いただきます。全然暗い。透明が。Thank you. でか。Thank you. ピザ来ました。でかい。でかいね。でかいな。あ、ハーフ&ハーフができて、ペパロニとミートラバー、ハーフにしたってね。あ、こうかな。こう。このハムが乗ってるとこがミートラバーや。ここまで来てるから。こうやな。あ、こうやわ。そうやろ。前見えとんねん、ここのハム。食べよう。エビ美味しかったよ、今。あ、そう。うん。エビのガーリックかな。すんごい口の中ガーリック。あ、そう。うん。美味しい。うん。すごいしっかり味ついてる。Excuse me? Yes. あ、Yes, please. Thank you. あ、すんごい味ついてる。あ、そう。うん。それ2回言うこと。よっぽどやで。うん、美味しいよね。うまいな。うまい。これ私お気に入りかも。なんかピリッとするする。辛い。結構なるほど。ずっと残る辛さが。するかな。このチュブチュブが、うん、唐辛子かこれかもしらんな、うん、そんななんか下味がついてるエビってないよな。せやな。普通はこう衣つけて揚げただけみたいになるもんな。うん、うまい。うまい、うん。ピザ行きますか。ピザ行こうか。どっちから行く？ハム？こっから行くわ。端っこから。どれが端なの？このハーフ&ハーフの端やね。端これやで。あ、それか。でも一番最初いろいろ出るやつ食べて。一番なんか具沢山の。あ、逆の端行くな。そう。これも熱そう。よし、ではピザ行きます。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しいな。うん、私が好きなこの薄いやつ好き。うまっ。まあ、うまい。うん、でかいけどさ、うん、外国人の人とかってゲソやな、これぐらい。やっぱり体でかいからな、食べる量も半端やないもんな。うん、満足。私ずっとピザ食べたいって言ってたじゃん、ここ数日。な、発狂しそうやったもん、もう夜に買いに行くとか言ってたもんな。夢にまで見たもん、ピザが食べたすぎて暴れる夢。これさ、うん、1人やったら多分9インチだな。9インチだったら多分1人で食べきれそうだよね。なんかペパロニとミートラバーの違い、あんまハムが乗ってるか乗ってないかぐらい。あの、グランドビールが入ってない。これ天丼ちゃうかな。ほんまやん。あ、エビ丼やで、多分。うん、あれがフリッターや。あれフライやったで、パン粉フライ。あ、パン粉か。うん、エビフライの丼って何ソースで食べるんやろね。うまいな。来るね、お客さんね。多いな。うん、あの今後ろ全然映ってないけど、おんねん、後ろの席も前もずっと、うん、この列全部埋まってる。
盛況と言って間違いないな、うん、ローカルだけでこれだもんね。そうやな、うん、俺これエビがうめえ、うん、美味しいよね、うまいな、うん、はい、あー、I just want to you guys to taste this one. This is complimentary with the cream. This is we call it a strawberry cream. Strawberry cream. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yeah, yeah, enjoy, enjoy. Yeah, for coming. Oh, 作ってくれたんかな。いただきました。いただきました。ストロベリークリームだって。生クリームかこれ。せやな。メモタード作ってくれたんかな。デザートないんかなってさっき言ってた。デザート来たわ。ま、おいしい。満足。エビうまい。エビうまいな。うん、今まで中国で食ったエビの中では一番うまい。やった。海が作った。そう、海監修。絶対ちゃう。海が作ったやったらこんなに味ついてない。食べきれないのでもね。ちなみに中国のレストランは食べれなかったら全部持って帰れますからね。うん、うわぁ、指美味しい。うまいな。うん、なんだかんだ食べたね。いや俺もな、食べたな思ってさ、うん、あんなにあったのに、うん、ないです。ケイシーさん、まだデザートがあるよ。エビ丼食べたら全然味ちゃうかもしれないんだ。フリッターに味がついてるんやから。丼を食べるんだったら、牛丼やろ。カツ丼と親子丼は他のレストランでもある。うん、けど、牛丼って初めて見たから、だからちょっと気になる。確かに。ただ、うん、あの、卵とじの丼も他と比べてみたくて。うん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 。うん、腹パンパンやな、おい。食べた、満足。満足やな。うん。では、いただいたデザート。食べていきましょうか。いただきます。いただきます。ケイスケさん、こっちちゃう。この真ん中食べ、真ん中。一番美味しいとこ食べ。生クリーム食ってるみたいな。あ、すごいストロベリーの匂いするね。うん。美味しい美味しい、うん、あ、うまいうまい。そんなに甘くない、うん、海が2つ目行くって珍しいな。こんなにストロベリーに味すると思ってなかったからすごい美味しいわ。うまっ、美味しかった。え、あ、あわあわ YouTube、 あ、いや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 、 YouTube チャンネル教えてくれ。だいぶ中国トレジャー。中国ダイブじゃん。中国ダイブか。Thank you. Thank you. ここはですね、個室になってます。VIP ルーム。行ってみましょう。なんか言う、何回。入らへんのかい。入る入る。8人掛けの、まあ、グループと、まあ、ここにテレビがあるから、ここになんか映してなんかもできると。会議するときは、まあ、こっちのテーブルは8人だけど、まあ、こっちに椅子も並べたりとかして。そうやな。まあ、詰めたらもっと。そうやな。うん。もう2人ぐらいは。うんうんうん。座れるもんな。ここにお前世界地図があるいうことやな。世界征服の。会議会議をここでするわけよ。なんで、私、ボスになるわ。はい。というわけでですね、新しくできたミッドランドダイでご飯を食べました。美味しかった。美味しかった。また来たいと思います。うん、次は何食べる。私バーガーやっぱ食べたいな。せやな、うん、ハンバーグのその味とかさ。せやな、うん、パテの味な、うん、で、どんぶりやろ。どんぶりな。あと、あのやっぱフライちゃん。あ、フライな、うん、それも看板に乗ってるぐらいやからな、うん、また美味しいんやろ。まあその辺もな、ね、うん、ちょっとまたトライしたいと思います。うん、はい、というわけで、ミッドランドダイナーでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイバイ。
We usually open from Monday. Yeah, Monday through Wednesday, we start open at 8 o'clock up all the way to 2 p.m. Okay. And then we have this break time, and then we open again afternoon. We start at 5 p.m. Mm-hmm. up all the way to 8, or mm-hmm. Sometimes we extend up until 9 o'clock. Okay. And then we have the whole day off during Thursday, and then we start again Friday. Okay. Saturday, same time, 8 to 2, mm-hmm. and then 5 to 8. Mm-hmm. And we can also extend, but on the Sunday, mm-hmm. we start opening at 3, up all the way to dinner, like 8:30, 9. Yeah. Yeah, yeah. Thank you. Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you.